そしたらそうですね、井浦さんの、はい、じゃあまず自己紹介をお願いできますか。はい、はい、私は、文京区の湯島でコンテンポラリーギャラリーを、10年やってます。ロイドワークスギャラリーの井浦と申します。私の仕事としては、あとはブレイク前夜次世代の芸術家たちという BS 富士で放映している5分番組なんですけども、新進の作家を、もうすでに256人紹介してさせていただいてます。でそれ以外にあれですよね、交換会というのも、そうですね、美術商交換会11会というのも主題してまして、まあ、これディーラーズオークションなんですけれども、それこそ田中さんにも田中社長にもいつもお世話になっております。改めてね、どんな作家との出会いを期待するかと。そうですね、はい、まあ、僕も本当に、まあ、そういった意味ではその、まあ、美大の卒展、まあ、あと本当にあらゆるギャラリーを巡ってですね、で毎週毎週1回 の, そのブレイク前夜に出ていただく作家を探したいですとか、まあ、最近では SNS、インスタグラムですとかツイッターでも探しますし、それこそクラブハウスとかでもね、ちょこっとご縁があったりとかしながらやってますけれども、やっぱりこう、なんていうんですか、今っぽいっていうのだけだと、やっぱちょっと最近はもうどん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 しんどくなってきてるのかな。そこにやっぱりその深さというか、平面立体に関わらずですね、出してくる作家さんがいると、まあ、まあ圧倒的な量も見てますので僕らは、まあ、その中で、あ、これは見たことないなっていうものが、まあ一つ、まあ、本当にアンテナのように引っかかると思うんですよね。でそういった作家さんとの出会いがあれば話がどん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 前に進むんだろうかなと思いますけどね。深さですか。深さですね。やっぱりそのポップ、僕の今アート&パルスって言って毎月展覧会やってるんですけれども、やっぱポップさはやっぱ今の時代重要だと思うんですよ、うん、ただそれがポップなだけじゃない、やっぱりなんかそれなりに何かをこう周到している深さですとか、うん、あとやっぱりその作家の精神性ですよね、うん、要するにその、まあ、精神性というか覚悟のようなものですとか、うん、まあ、そういうものが感じられる作品が僕はまあ好きですね、うん、はい、なんかやっぱりその一定の傾向に偏っちゃうみたいなことはあるんですかね、最近。どうなんですかね、そこら辺はちょっと僕も、まあ、最近よく言われてるのがそのグラフィティ系のものとかが結構来てたりですとか、うん、ただこの間もいろいろ作家さんとかに聞くと、そのグラフィティの中にもいろいろなまあ、まあ、レイヤーというかものがあって、うん、まあ、僕らはちょっと そこら辺のレイヤーをすごく詳しく知ることはちょっと、まあ、ちょっと勉強不足でまだできてないんですけれども、はい、やっぱりその社会的なそういう何ていうんですかね、流行りみたいなものっていうのはやっぱりその、まあ、絵で打っていく以上、打ってこう生活を立てていく以上、避けて通れないっていう部分はあるんだと思うんですよね、うんうんうん、だけどそれだけをなぞってるものっていうのは、まあ、すぐ見透かすよっていうことは、まあ、僕らの、まあ、それこそ千秋さんもそうですけど、うんうん、僕らの目だとあるんじゃないでしょうかね、はい、社会的っていうと、まだまあ、本当にいろいろ例えば何て言うんですかね、こう、まあ、社会的な、まあ、もっと ワールドワイドな、事例、まあ、例えば最近ですとコロナですとかが、うん、まあ、本当にそういったものからインスパイアされて、うん、しっかりと出てくるもの、逆にコロナだからなんとなくやっちゃってるもの、うん、っていうことの違いみたいなものはあると思いますけどね、うん、はい、まあ、日本のアートの場合は特にちょっとその何て言うか社会への問いかけとかそういうのは割と避けててあんまりないっていう傾向はね、ずっと、まあ、そうですよね、まあ、装飾的な部分がまあ見られることの方が多いですよね、うん、はい、まあ、日本画っていうそのベースがね、うん、まあ、そのまあどん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 その装飾の方にやっぱりその近代行きましたので、うん、まあ、そういったものもまあ、多分起因してはいるんだと思いますけどね、うん、はい、なんかちょっとこう、うん、なんだろう、政治的にあんまり直接的すぎるとあんまり書いて面白くないんですけど、そうですね、やっぱりそれ政治的なアプローチのものを相当なスケールでやろうとすると、うん、まあ、作家さんにもね、そういうことさっきの覚悟じゃないですけど、うん、そういったものが相当やっぱり必要としてきますし、うんうんうん、まあ、今なかなかね、それをボンとこう強く出されても、うん、逆にオーディエンスが受け止められないっていうか、そうですね、そういう部分もあると思うので、うん、まあ、そこら辺もね、本当にその、まあ、その時代時代に必要とされるアートっていうのが変わってくるっていうことなんじゃないでしょうかね、うん、やっぱそういう時でも、うん、政治バターをその白黒とか、
正義と反正義とか単純に二分法でいくと、うん、やっぱり上っ面になっちゃうから、うん、あんまり鑑賞に耐えないというかね、はいはい、それは映画とか文学でも同じだと思うんですけどね、うん、やっぱりそのまあやっぱりなんかこう問いかけというか、うん、ちょっと考えさせるようなね、うん、そうですね、もんじゃないとあんまりこう面白く、ね、そうですよね、考えさせる、あと気づかせてくれるとかね、気づかせる、うん、そういうのはアーティストとして、うん、作品としてあればね、そういう作品とはどん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 出会っていきたいなと思いますけどね。そう、僕もそういうのは出会いたいですね、はい、なんかあそういう見方があるんだなってね、喋ってても気づかされることはありますからね。いや、もう本当に多いですよね、うん、もう僕らはもう美術賞、ギャラリストなんで、うん、僕らの話っていうのは、その作家をどういうふうに導くかだとか、うん、そういう、しかもその長期的にではなくて、できれば中期的にそれをなんとなくその提示するだけなんですけども、はい、やっぱその作家さんと話してると、本当に千秋さんおっしゃるように、こう、あ、そういうことを考えてるのかっていうような、うん、気づきが多いのが、この商売の、僕らとしての醍醐味でもありますし、うん、そういう作家をね、こうどん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 引っ張って、そうですね、こう皆さんにお見せしていきたいっていうのが、僕らの仕事の大きな目的の一つなので、はい、なんかちょっとそのただアートにそういう一種の社会性みたいなのを、うん、出してこうあっていう人はなかなか日本の文脈だと少ないので、そうですね、うん、今だったらコロナのことは書いてもいいと思うし、書いてる人いると思うんですけど、うんうん、ただそれがその割とあと10年したら全然陳腐化しちゃうようなね、はいはいはい、もの、例えば今だったらね、マスク書いたりとかね、うんうん、誰でも思うんですけどもそれはね、ちょっとあれかもしれないですけど、でもやっぱりその最近作家さんの話聞いてると、うん、コロナだから要するに他と比べないで、うん、本当に集中して制作ができたっていう作家さん結構多いんですよね。あまりコロナでこうネガティブになってる作家さんって僕の周りでは結構いないんですよ、はい、割合的に、うん、それでやっぱりその、いろいろなアートフェアですとか、うん、そのアートコンペとかに、見に行くことありますけども、うん、やっぱりなんかこのコロナでね、なんかちょっとなんかこうエネルギーがこう爆発してる、いい意味でですよ、うん、本当に集中してたりだとか、うん、いい意味でなんかその作家さんたちのエネルギーが爆発してて、いい作品がたくさん出来上がってきてるっていうようなことは あるのかなっていう感じはしてますね。あんまり本当になんていうの、コロナだから大変なことになったっていう作家さんは聞かないですね。ツイッターとか見ててもむしろ集中できるだとか、うん、その自分の時間が持てるだとか、コロナだから、こういう時期だから、なんか急にこうフォーカスが出てやる気が出ただとか、うん、でそれがやっぱり出てくる作品に結構最近はこう力となってこう僕らが見る機会が多いような気がしますね。そうなんですか。でもね、それはもうアートにとっても、コロナ自体はね、本当に大変な社会的なことですけれども、ただそのアートにとっては比較的プラスに働いていることの方が多いような気がしている昨今です。アートシーンの課題と提言ということなんですけど、今アートシーンにどんなテーマがあると思いますか？問題点とか、ね、問題点ね、最近よく言われることですけれども、やっぱりその例えばオークションとかで、例えばその転売屋さんとかがやたらこう投機的にこう買われて、それがまた高値で売買されるみたいなね、ことがあって、正直僕らがやってるこの業界とかなんて、その10年前はそういう話なかったですから、だからこう今なんかはね、すごくそういったダイナミックなお金の動きがあるっていうことは、僕らからすると10年前の僕らからすると、本当にありがたい一方、やっぱりなんかこう、すごくアーティストも頑張って本当に魂込めて描いてる作品が、あらゆるギャラリーさんでね、こう個展ですとかグループ展に出品されてますので、今後出てくるコレクターさん、今後っていうか、出てくるコレクターさんには、なんていうんですかね、こう愛のある買い方というか、作家とのコミュニケーションをとっての買い方とか、そういうのをしていただくことを繰り返して、どん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 本当のアートファンになっていただけたらなっていうのが
まあ、ありますね。まあ、それはまあコレクターさん側への話、要するに愛のある買い方をしてほしいなっていうのが最近すごく思うことなんですよね。あともう一つはやっぱりそのさっきもちょっと話したんですけど、やっぱその今作家さんとかが結構 SNS だとかこうインターネットとかで本当にまあ例えばあの今日売れなかった作家さんが明日何かでこうまた本当にまあちょっと言葉があれですけどバズってでなんかポーンといくってことがあるじゃないですか。で、でまあどん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 その作品も売れて、まあ、本当にあのインスタグラムのフォロワーも数が増えて、あの SNS のフォロワーも数が増えて、リアルなオークションでも、まあ、高値がつくような作家さんって出てくると思うんですよね。で最近僕が考えるのは、じゃあ今度あのギャラリーとしてのあり方ってどうなっていくんだろうということをすごく考えるんですよね。まあ、僕の立場からするとやっぱりその才能がある作家の、まあ、足は引っ張りたくない、うちがあることで、ただやっぱりその最大限お手伝いはしたいっていうのがやっぱそのギャラリー、昔はねギャラリーだとあのそれこそあの、まあ、うちで扱ってやるみたいな、そういうのってあったじゃないですか。で、まあ、でも今は本当にあの、まあ、僕らもこうやって情報リサーチしてね、いい作家さん取ろうと思ったら本当にお願いして、まあ、あれやらせてもらうっていうかね、取り扱いさせてもらうっていうようなことが結構あったりとかして、まあ、だからそのアートシーンへの提言ということまでの話ではないですけども、やっぱりそのやっぱそのギャラリーとしてのあり方、あとやっぱその、まあ、このムニアートアワードさんも僕審査員あのやらせていただきますけども、まあ、そういったもうなんていうんですかね、特にこういうアートアワードとかなんかは、その一回一回がなんかそれなりの実りがある、あの例えばこれからあの出てくる方でグランプリを取る方が、まあ、その何百人あの中からいると思いますけども、まあ、その方が必ずこ の, あの2021年にこのムニアートアワードでグランプリを取ったっていうことがあのスタートになって、あの有名な作家になっていくぐらいの、やっぱそのアートアワード自体にもやっぱその責任っていうのが、まあ、相当出てくるかなっていうのは、あのもっと別に千秋さんにプレッシャーかけるわけじゃないんですけども、あの何しろそのあのアートシーンの問題っていうのは、まあ、いろいろ、まあ、それここでは語り尽くせないぐらいいろいろあるんですけども、まあ、ギャラリーだとか、その、まあ、そのアートアワードだとか、まあ、結構いろんなアートアワードがね、ただやったらやっただけみたいな、やって終わりみたいなところが結構あるので、まあ、それがそうじゃならないように盛り上げていけたらなと思ってます。はい、どうでしょうか。アートの本質ですか。まあ、アートの本質っていうことになるかわからないんですけど、まあ、そのまあ僕のいつもその作家をするセレクションとしては、やっぱりあのすぐに辞めない作家さん大事ですね。いや大事でしょ。はい、まあ、そのアートの本質とはちょっと違うかもわからないんですけど、やっぱその一ギャラリストとしては、まあ、ちなみに、あのブレイク前夜256回とか、まあ現時点でやってるんですけども、その256人はまだ一人も辞めてないんですよ。よかった。まだあの もう6年ぐらい経つんですけど、まあ、6年って言ったらまあそれなりに一定のレンジですよね。その中であの辞めてらっしゃる作家さんが一人もいないんですね。っていうのは、まあ僕もその作品をその探してて、こうなんていうんですかね、こう、まあ、当然そのご出演いただくときにまあお話とかまあ連絡とかするんだけど、作品の内容とか見て、なんとなく分かるんですよ。あこの人やめないな、ずっとやるなって、っていうのがなんとなく分かるように、昔、それは昔から分かるんですけど、で結局まあそのやめちゃうってことはどういうことかっていうと、例えばその、あの作品を買ってくれたコレクターさんとかもやっぱりすごく、まあ、悲しいと思うんですよ。そうですね。あのいいと思って買ってね、まあ、それどん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 こう応援していこうと思ったのが、まあ、何かの原因で、あのやめてしまうっていうのはまあ悲しいことですし、まあ、何よりもその、まあ、今若い作家さんに言いたいのが、やっぱその表現、要するにどうやったらなんかあのいい絵が描けますかねなんていうたまに質問がしてくるような人もいるんですけど、やっぱもうそれもやっぱそのずっとずっとやるやり続けるっていうことに結構一緒なことだと思うんですよね。っていうのはやっぱその、まあ、個人がいて、でその人がまあどういうあの手法の表現か分かりませんが、それをずっとやって、それを深めてやっていけば、必ずユニークなものができると思いませんか。そう思いますよ。だからまあその部分において、まあ、そのか今の流行りをなぞるみたいなことっていうのはまあ見透かすよっていう話と一緒で、こうやっぱりその一番ユニークなものを出したければ、もうずっと長く深くあのやるっていうことがまあ唯一の僕はあのやり方だと思うので、まあ、アートの本質っていう
ことの答えになるかわからないですけども、うん、まあ、そういったところでやっていってもらえれば、まあ、そういったところの覚悟がある作家さんがいればまたその選考にもかなり影響はしてくると思いますので、そうですね、まあ、そこですかね、はい、うん、やめちゃう人って、うん、いました今まで、いや、あのね、やあの、それ以外であのブレイク前夜はいないんですけど、はい、やっぱりあの僕が、まあ、何人かあの、うん、関わってきた作家さんで、はい、やめちゃう人はいました。もう本当に やむを得ない 状況ですよね、うんうん、ただ、まあ、まあ、これはもっと強く言っちゃえば、うん、まあ、どういう状況でもやるっていうのが、まあ、僕、まあ、あの、まあ、リアルアーティストというかね、まあ、そういう部分があるので、まあ、やめちゃうことはあのすごくなんかこう悲しくて残念なことなんだけど、うん、まあ、別にそれをなんかその否定するつもりも全くなくて、だってやむを得ない状況だから、うん、だけどできればどんな状況でも、うん、あのやっててほしいなっていう、まあ、そのまあギャラリーの美術賞としてのやっぱその作品に惚れてますからね、それがやっぱどっかのタイミングで出てこなくなるっていうのは、うん、まあ、悲しいことだなって、うん、思うし、で、うん、それを買ってくださったコレクターの方たちなんかももっと悲しいだろうなっていうのがあるの で、 そうで、ね、で、まあ、その、まあ、さっきも何回も言っちゃうけど、うん、あの作品 をずっと描いていけば、うん、であの深くなるし、うん、どん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 ユニークになっていくから、うん、アーティストとしては、まあ、悪いことはないよね。ただあの続けることの 大変さっていうのもすごい分かるんですけどね。そうね、はい、やっぱりあの描いたもの作品でしかもそれ売った場合はね、うん、趣味でそのどっかで飾るってことであればあんま関係ないけども、うん、あのもし一度でも売ったことがある、ましてや何十点か売ったことあるんだとしたら、うん、それ一番の責任の取り方って有名になることとかではなくて、うん、やっぱりずっと続ける。そうですね、あのもう本当に腕が動かなくなるまで続けるっていうのが、うん、唯一の責任の取り方で、うんうん、それで人の評価は上がったり下がったり、あの有名になって忘れられたり、うん、あのするんで、それはしょうがないけども、アートの楽しみ方って、ね、なんかすごい、まあ、今の若い作家さんにまたちょっと、まあ、あの言いたいんですけど、例えば、はい、まあ、一人の作家がいて、はい、で、あ、10年前こうだったよねとか、うん、でも今こうだよね、うん、で未来どうなるんだろうとか、うん、あの20あの5年前こういう絵描いてたよねっていう、で、あの、はい、あの時の方が良かった、俺は好きだなだとか、うん、で今もっと良くなったなだとか、うん、やっぱその時系列を見せられること自体も、うん、やっぱそのでそういったことでその昔の作品について語ってみたいだとか、はい、あの話してみたりするのも楽しいことじゃないですか。そうですね、そうだから別に 今のその最今結構僕が気にしているのがやっぱその新作至上主義っていうか、こうなんていうんですかね、こうギャラリーで展覧会をやろうとすると、まあ、まあうちなんかもそうなんですけど、もうあの全部新作をやっぱりそのお願いするんですけど、まあこれからね一緒にやっていく作家さんとかなんかはこれから10年20年やってって、まあ本当にかあのちょっと十分なね、あの楽しんでもらえる回顧展みたいなのができるようになったら、やっぱちょっと作家としても、まあ一人前というのもなんかちょっと言葉が違うのかもわからないですけど、楽しんでもらえる作家さんになってるのかなっていう感じもするし、うん、なんかそういうちょっと長い、まあ、あまり長いレンジの話すると嫌われちゃうけど、うん、まあでもね、あの、まあ、そういうレンジの積み重ねでね、あの将来があるから、うん、何しろその昔の作品の話とかできるのは楽しいことですよね、うんうん、昔こういう絵描いてたよねなんつって、うん、だから変わるのは悪いことじゃないんだよね、うん、変わるのってすごい力がいることだと思いますよ、うん、本当に多分あの変わっていくことは全然そう悪いことじゃないん で今あの有名になってるモノ派とか具体人たちもなんか結構ほらマーケットにさ、あの初期の作品とか出てくると全然違う絵だから ね、うん、そうですね、これ吉原次郎の漫画だけどさ、うん、吉原次郎なんかもやっぱ初期作とか全然違うの書いてるから ね、うん、でも別にその作風を変えるのにね、そのなんだろう、前こうだったのになとか、うん、そうじゃないからね、うん、だから僕なんかも、うん、あのその作風を変えるって話で、うん、まあ、あるちょっとまあ、美大 の、うん、あの先生が言ってたんですけど、その作家っていうのは別に 僕らがそのまあ普通の、まあ、はい、一般人だとしたら
まあ、本当にいい作家っていうのはやっぱその一般人の人たちが考えも及ばない 2,3 年先のスイッチが入っちゃってると。あで、スイッチが入っちゃってるものを、まあ、新作としてポンと出された時には、うん、まあ、当然僕らはそれ気づかないわけじゃないですか、うん、でも今ちょっと多いなと思うのが、うん、もうスッと入ってくる作品多いじゃないですか。もうすぐ気づいちゃうみたいな、うん、まあ、それがいいか悪いかは別として、うん、もうすぐ分かる、もう、まあ、いいなとも思うし、なるほど、本当はなんだこれちょっと分からんっていうところからなんかスタート入りたいなっていう作品に最近ちょっと飢えてるところあるんですよ。なるほどね、うん、ははははは、なるほど、そうそう、はいはいはい、まあ、だからそのさっきのその作家、どういう作家との出会いを求めてますか、うん、まあ、確かに気づきみたいな話もしましたけど、はいはい、うん、ちょっとこれ分からんけどもうちょっと見てみようかなみたいな。確かにね、うん、それは大事ですね、はい、うん、そういうのは結構、うん、今ちょっと飢えてるかなっていう感じはしますね。うん、それはすごい大事な指摘ですね、うんうん、まあ、そこをと、うん、当然僕らは捉えられないんですよ、うん、でもやっぱりそのさっき僕から言うその経験則で、うん、そのちょっとのフックをやっぱこう掴むセンサーは多分あるはずなんですよ ね、 そうですね。ただそれすぐにはなんかその何か展開したりだとか見せるっていうのにやっぱりその2の足も3の足も踏むけど、はい、でもちょっとでしかもそのさっき千秋さんがおっしゃってたその作家のそのことのコミュニケーションとでね、やってみようかみたいなね、なんか分かんないけど大事な作家のような気がするみたいなねなんか そういうのはちょっと、うん、ま、やってみたいというか今飢えてる、飢えてるね、部分はあるんですよね、うん、ちょっとそういうのをもうちょっとこう、うん、基準に入れてみたいなと思ってると、はいはい、いや僕なんかはね、うん、それでパッと思い浮かぶのはね、うん、例えばその横山大観とか、はいはいはい、志田俊斗が最初に出始めた頃は、うんうん、朦朧体って言って、ね、バカにされたんだよね、はいはいはい、あれは日本画でも絵ならざるものという、ね、そうそう、その西洋画が持つ空気っていうのを描写できるような技法を開発しようと思って一生懸命工夫したんだけど、当時の明治時代 の、 そのマスコミなんかとか評論家は、朦朧体とか言ってバカにしたんだよね、はいはいはい、今は朦朧体っていうのは褒め言葉に使ってるんだけども、まあそうですね、朦朧体のやつがね値段も高いですし、うん、でも今その当時にしても朦朧体ってけなしい言葉だったんだよね。やっぱりその新しいもの出てきた時に違和感と同時に迎え入れられる。そうですね、まあ、一番わかりやすい有名なのはデュセアンのトイレ便器が、うんうんうん、確かなんかちょっとまあいたずらみたいにしか見えないから、うんうん、あれ最初展示させてもらえなかったじゃないですか。なんかそういうストーリーは聞きますよね。そう、うんうん、なんか全然そのもう展示しないってなったんだけど、そう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 、でもそれが一番こう評判になっちゃったみたいなね。だまあデュサンはもうよく知られてる例だけど、あまりにも語られすぎててそれ引っ張り出すと、うんうん、もうわざとらしいぐらいだけど、うんうん、でも今はどっちかというと最初から分かるっていう感じにちょっと寄りすぎちゃってるかもしれないね。そうですね、うん、まあ、そのデュシャンとかね、その体感の朦朧体ほどなんかその、うん、まあ、その時代を変えるもんじゃなくても、うん、やっぱりこうなんだか分からないけどやってみたいみたいな、そういうなんていうのかな、うん、そういうのは、うん、まあ、まあ今後ちょっと僕的には面白いかなって、うん、まあ、面白いかなって、それ、まあ、それもう基本だと思うんですけど、最近ちょっと少ないかなっていう感じが、うん、してるんですよね。確かにね、うん、はい、じゃあ、ゆうらさん、応募を考えている方へのメッセージをカメラに向かってお願いします。はい、今回 の、 そのムニアートアワードさんに私も本当に一生懸命審査で参加させていただきます。で、まあ、先ほどからもお話ししているように、やはりその気づきのある私たちに気づきを与えてくれる良い作家さんを本当に私たちも募集してますので、ぜひ皆様応募よろしくお願いします。